金井先生の金井先生はどれぐらいビッグなのでしょうか。ちなみに先生に答えてもらおうかな。どうだった。あ、なんかね、すごい皮かぶってて臭くて、うんうん、なんかチンカスまみれで、うん、はい、でも大体勃起して9センチぐらいです。はい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 、はい、なんか早漏で、なんか、うん、匂いが本当に汚くて、なんか色も汚くて、はいはいはい、なんか根がついてて最悪でした。そんなやつとなんでセックスしたいの君は。自分の価値を下げるようなことしちゃいけないよ君。そんなのかわいそうになってきたよ。ちょっと俺もう本当誰とでも寝るんだなと思っちゃった。そんなことないよ。なんで慰められてんの。私やめてよ。ごめんな、はい、ちなみになんか本当にそれこなんかそんな思いさせてる。知らなかった。うるせえ早くどれくらいビッグなんです。でも今普通ぐらいだろ。どれぐらいだろ。今は勃起させて。え、でもあなた見て勃起しないっすもん今。いやいや、私の声聞いてたら勃起するでしょ。あ、でも昔、でも俺さ、高校時代男子校だったんだけど、測ったことある。チンチョウみたいなって測るんだよ男の子って。え、嘘だ。そんな BL 漫画みたいなことある。え、あるあるある。お前何センチなんだよみたいな感じだったりとか、あの、俺何センチだったっていう時とかあるよ。でも結構俺普通だと思う。ホモセックスした。違う、そういうことじゃない、そういうことじゃない、ごめん、あの、みんなね、あの、見せるものがさ、あの、チンコしかないんだよ、男の子って、残念なこと言うと。いっぱいあるだろ。え、なんか、陰謀巻き鬼おじさんとかいたんだよ。絶対、ろくな職業についてない、そいつ。そいつ、今、うん、あれだよ、大学の先生してるよ。日本は終わりだもん。そうそう、俺毎回言ってるもんね、そいつに会うたびに。お前の絶対それ暴露したら、お前絶対、まあ、あの有名人とかになって、俺週刊文春売るっつって、過去にそういうことをしてて俺の机の上になんか陰謀の焚き火みたいなことをキャンプファイヤーみたいな組んで一本一本やったこと俺絶対言うからなっつってやめてくれって。だってあの時ってみんな狂ってたから。俺もそうだったけど、なんか、はいはいはい、何でもが面白かったんだよね。はい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 。僕はマジであのノーマルです。あの女子のみんな安心してくれ。大きすぎるってことはね、大丈夫、安心してくれ。ソーローチロー。あのね、めっちゃ残念なこと言っていい。うん、チローです。ゴミやもうマジで。女の子ごめん。たまにほら女の子がさ、私ゆるいのかなみたいなこと言うじゃん、うん、なんか気にして。そうね、大丈夫。あのね、世の中にゆるい女って俺いないと思ってるから。言い方うん、いや、あのよくさ、あいつ緩いからとか言う男いるじゃん。いるね。でもそれってそいつのチッチンがちっちゃいだけなんじゃねえかって俺思ってんのよ。まあ違いない。そう、うんうん、頑張れよみんな、頑張れよ、うん、こんな先生に負けんなよ絶対。金井先生のアナル空いてるぞみんな。そういえば男子校ってさ、男同士でセックスとかしないの。しない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 。して、え、してって無理じゃん。なんで俺戻るんだよ。ちなみに普段からこんな下ネタやってんの。下ネタとか私配信で言ったことないからさ、マジでリスナー今びっくりしてるよ。ああそうなんだ、よかったよかったよかった、うん、いやなんか普段みんなこの会話どうやって交わしてんのかなとってちょっと気になったからさ。いや全然全然、もうほんとびっくりしてる今。ありえないわ。ちょっとじゃあ次行きますよ。はい、